江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、全世界の都市の経済規模ランキングということでスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。まずは画像の方を見ていきたいと思います。こちらです、ポン。はい、経済規模って GDP か。あー、1位が東京、ジャパンということで GDP ですな。で次がニューヨーク。ニューヨークっつってもニューヨーク、あ、グダグダ書いてありますね。メトロポリタンスタティスティカルエリア、ちょっと広い意味のニューヨークかな。はい、ロサンゼルスもなんかグダグダ書いてありますね。で、ロンドン、ソウル、あ、ソウル5位で、パリス、メトロポリタンエリアということで、で、シカゴ、大阪、神戸、ああ、だからやっぱあれですね、こう、大阪、神戸って、なんかちょっと一緒になっちゃってますけど、だこの辺りってことでしょうな、サンフランシスコ、上海、北京、ワシントン、ダラス、ヒューストン、ボストンという、アメリカ強いね、やっぱね、はい、まあこちらに対して、スレ主の書き込みがあるのでご紹介していきたいと思います。くーちゃんお願いします。ソウルが5位、すごい。やはりソウルは裕福な都市だと認めざるを得ない。軽中日、イギリス、フランス以外は全て天国アメリカですね。はい、というね、意見でした。こちらに対して韓国の反応見ていきましょう。それでは1人目、こちら。ソウルがパリより上だなんて。ヨーロッパは水準が下がっていて、市民たちはお金がないんです。その代わりに福祉などは全て提供されるけど庶民として生きていく、そんな感じ。渓谷はそれぞれが自分の力で生き抜くんです。80。日本はやっぱり世界中で日本を無視する国は渓谷しかないと言われてるけど、それは違う。日本と渓谷は首都に偏っているのが深刻です。アメリカやヨーロッパの都市はこのように一つの都市に全ての富が集中していません。01。日本を無視するなんて、どうして無視するのかわからなくて聞いてるんですか。あんなことしているのに偉大な国日本を崇めろと言うんですか。14。それはヨーロッパ、アメリカが中央集権型国家体制を持ち始めたのが最近だからです。東アジアは1000年前から強力な統治権を持つ支配層が中央集権を完成させ、首都や少数の大都市で全国を統治するシステムを整えましたが、ヨーロッパは今の国境が確定してから100年も経っておらず、国民も同じ国の民族という所属感がありません。スペインのバスク、カンタブリア、カタルーニャ、イギリスのスコットランドは分離独立を望んでおり、フランスのアルザス、ロレーヌは元々の文化圏であるドイツへ、イタリア北部のアルトアディジェはフランスへ、バイレダオスタはオーストリアへ編入を望むなど、まだ中央集権が完成されていません。ヨーロッパで首都に富が集中していないのはドイツくらいですが、ベルリン市内は80年代まで東西ドイツで分かれて対立していた国境線があったため発展できませんでした。そしてドイツ分断以前もドイツはイギリスやフランスとは違い、小国の連合状態で一つの国家となったのは150年ほど前です。今でもドイツはアメリカのように州法と連邦法が区別され、行政体制も連邦制を採用しています。ドイツ駐在員として数年働いてきましたが、渓谷でキーボードウォーリアーがヨーロッパのようにしないととか言っているのを見ると少し笑えます。ヨーロッパはスイス、フランス以外は終わっています。そうですね、ソウルが国の経済規模に比べて都市規模が大きすぎるのは誇れるような長所ではないということです。その通りです。さらにイタリアも都市国家が集まった国なので、北部は経済力が強いものの分散しています。01。イタリアも南北問題あるんですよね。北部が栄えてて南部が栄えないっていうちょっと問題があるんですよね。渓谷は事実上都市国家です。シンガポールや香港のように。そして歴史上第二次世界大戦後に高度成長を遂げた全ての国は大都市集中成長戦略を取りました。国全土を均等に発展させて隣国や世界市場でどうやって競争するんですか。成長が終わりつつある C 国ですら、成長を一極集中させた一線都市と二線三線都市のレベル差が渓谷よりはるかに大きいです。
欠点だけを言い出せばキリがありません。私たちの国が急速に発展したのは効率を追求したからです。全てのインフラをソウルに集中させ世界的な都市が誕生したんです。今は豊かになってきたのでその副作用を議論しているだけです。発展の効率性を強調するなら集中的に発展させるのがいいのは確かですが、その副作用も深刻で、その効率のために副作用を議論する必要があります。ソウルの合計出生率が 0.5 台というのは多くのことを物語っていると思います。ソウルと比べてみたら思ったより小さいですね。パリの面積はソウルの 20% にもなりません。ソウルが605平方キロでパリは105平方キロです。びっくりです。東京は本当に企業が多い土地も広いし、ソウルの人口約977万人、東京の人口約1418万人、東京の面積 2190.93 平方キロ、ソウルの面積 605.25 平方キロ、ソウルと東京の純粋な行政区域面積はこのように違います。大体 3.5 倍の差ですね。0、1。ソウルの人口は1000万人、パリの人口は300万人もいません。全体の GDP は人口の影響もあります。ワシントンは人口100万人にも満たない都市です。周辺の都市と一緒に計算したんじゃないですか。ニューヨークがもうすぐ追いつきそうですね。うわ、国を過大評価している感じですね。ソウル04。冬に日本に行くけど世界一の経済大国に行くんだな。わら41。世界一はアメリカですよ。国と都市の区別もできないなんて。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。これかな。はい、そんなの見たらあかん、わら。またランキング、客観的に見れないでしょ。またランキングか、アイゴーってなるまでがデフォだろ。懲りないやつらだな。ケイコクさん、経済は比べちゃダメだろ。君たちは認められない数字しか出てこないよ。半信感。まあ東京は小さな途上国よりよっぽど経済規模でかいからな。どうせ負けるって分かってて見るのかよ。そんなにしょんぼりしたいのも病気なんでしょうかね、わら。アメリカって言っても州の集合体だからね。ソウルがすごかったとしてもお前らはすごくないんだよ。ま、いずれ消えていく国の最後の10日にか。ソウルがパリの上ってよりパリが下がりまくりなんだよ。東京、大阪、エトセトラ、他の都市もそれなりの規模あるよ。アメリカはともかく、ヨーロッパの国も大して国土広くはないだろ。アメリカは州の州合体だけど、州って国と同じ扱いなんだけど、だから州ごとに法律が違うのに。裕福なんだったら他国にたかるのやめてね。土地を持て余してる K 国さんと C 国さんがそういううんちく言わない方が。何を見てフランスが終わってないとでも言うのか。南北で戦争してる国が言うか。お前らそんな難しいこと考えて都市計画しとらんやろが、わら。そのソウルに集中させた資金はどこから出たのかな。まさか湧いて出たなんて言わないよな、わら。比べたら負けると分かっててわざわざ落ち込むために見るのかよ。だから極端な選択が減らないんじゃね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。